お疲れ様です。小川太平の事件考察室。本日はですね、先週に引き続き、暴力団の抗争事件のその後についてお話をしたいと思います。12月5日、6日、神奈川県横浜市港北区の病院で、ご遺体が発見された。群馬県太田市の病院で、病院の敷地内で、ご遺体が発見されたといったところでですね、両方のご遺体、死体遺棄事件なんですけども、被害者が暴力団構成員だったということでですね、暴力団の抗争事件に発展するんじゃないかっていったような話が出てきています。手打ちになったという話も一時的にあったんですけども、いや、どうやら手打ちじゃないよということで、現在休戦中っていったようなことになっているようです。住吉会の共和会、共和一家、そこの7代目総長の小川というものがいるんですけども、そのものが中に入ってですね、お互いこれ以上傷を広げるなと、ちょっとおとなしくしとけと言ったようにですね、この山川一家にも公平一家にも影響力のある、次期住吉会の会長候補と言われている総長なんですけどもね、そのものから言われて、お互いがその小川総長の顔を潰すわけにはいかない、現在休戦中のような形をとっています。ただこれをね、手打ちというものも中にはいるんです。執行部同士で正式な手打ちとまでは言ってないようです。ですからしばらく休戦ですから、休戦中という言葉が正しいのではないかなということです。実はね、これって根が深いんですね。ずっと以前から起きています。2016年の2016年、神奈川県の伊勢原市の病院の前でですね、平塚の稲川会の平塚の堀一家の幹部がですね、同じようにボコボコにされて発見されました。今回と同じような手口です、もちろん亡くなってます。その時はですね、手打ちになったんです。で、手打ちになってですね、この住吉会公平一家加藤連合の加藤総長が葬儀にも参加しています。香典というかお見舞い金をね、払って、手打ちしたんじゃないかという話ですけども、そういったことになって、一旦はこの稲川会と住吉会、手打ちをしたんですけども、その後もですね、いろんなことでトラブルが絶えない。前回ご遺体が発見されたのは、伊勢原市で、今回12月5日6日に遺体が発見されたのは横浜市港北区と群馬県太田市なんですけども、いずれもですね、遺留品が発見された現場が神奈川県なんです。実はですね、そういったことから見てもですね、全ての事件は神奈川で起こっていると言ってもいいと思うんですね。稲川会の山川一家の中に、ある組があるんですけどもね、その組のものと公平一家加藤連合の総人組というところがあるんですけども、そこのものがご遺体で発見されてますけども、この総人組というのは、住吉会公平一家加藤連合総人組、4次団体になります。通常4次団体っていうとね、そんなに組員も多くなくて小さい組を想像される方がいるかと思うんですが、実はね、4次団体といえどもですね、200人以上組員がいるんです。多分4次団体では日本一大きいんじゃないかなと思えるような組です。これ捜査関係者の話です。で、この4次団体総人組の組長、土屋健二と言います、そのものはですね、神奈川県の県央地区の出身だそうです。で、県央地区というのは平塚、藤沢、伊勢原、畑のあの辺りですけども、そこ出身ですから、当然ですけども、その周辺にはですね、自分たちの後輩、不良グループというんですかね、そういった息のかかった若い者がたくさんいる、正式な組員じゃないにしてもそういったものがたくさんいる、面倒を見たり逆に、慕われたりとかしているような、関係がある。ただ今話しました平塚、藤沢、伊勢原、畑の、神奈川県の中のこの島というのは稲川会の島なんですね。不良どもというかですね、そういったものを引き抜いていく、そういったところで薬物の仕事なんかしていいわけないんですけども、薬物の仕事をする、暴走族とか旧社会のケツ持ちをする、そういったことをすること自体が、島嵐と
というふうに言われても仕方ないんですね、はい、そういったことが実際に起きていたということです。このね、2016年12月の伊勢原の時にはですね、一応稲川会と住吉会で、手打ちをしたにもかかわらず、その後もこういったことでくすぶっている、いわゆる 手打ち破りというものが、起こっていたということも事実なんです。まあ、今後ですね、いろんな関係者から聞くとですね、今現在休戦中といえどもですね、これがずっと休戦のまま行くということは当然考えにくいということは話している人はたくさんいます。現在も挑発行為とかがあったりとかですね、いつねこれが本当の抗争事件になるかもわからないといったようなところで、現在は年末、年明けた年末年始に関しては少し休戦しているかもわかりませんけども、いつまた始まるかわからないというところで、今後も注目していきたいと思っております。まあ、今後も引き続きですね、何か新しい情報等ありましたら、年明けになりますけども、また、報告配信したいと思っています。本日はありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。